カール・エルンスト・トーマス・デメジエールはドイツの政治家。2005年より2009年まで第1次、メルケル内閣で連邦首相府長官を2009年より第2次、メルケル内閣で内相を2011年より国防相を2013年に発足した第3次、メルケル内閣では再度内相を務める。所属政党はドイツキリスト教民主同盟。 ドイツ民主共和国最後の首相、ロタール・デメジエールの重帝にあたる、ボン出身。1972年にアビトゥーアに合格、同年、セディに入党する。兵役の後、ミュンスター大学とフライブルク大学で法学と歴史学を学び、1979年に第一次、1982年に第二次国家司法試験に合格する。学生時代に、 学生キリスト教民主同盟の活動に従事。大学卒業と同時に、ベルリン市長に勤務し、リハルト・フォン・バイツ・ゼッカー、エーベルハルト・ディープ原料市長の下で働く。1986年に、連邦カルテル局に関する論文で、ミュンスター大学より博士号を授与される。1985年から1989年まで、ベルリン市長府政策局長及び、 ベルリン市議会セリ報道官を務める。ドイツ再統一を控えた1990年、ドイツ民主共和国首相府に顧問として勤務し、西ドイツ側代表の一員として、統一に関する事務に従事する。東ドイツ首相は、いとこのロタール・デメジエールだった。この時、トーマス・デメジエールが首相であるいとこロタールに、政府副広報官として推薦したのが、 当時は弱小政党に属し無名の存在だった、後の首相アンゲラ・メルケルだった。東西ドイツ統一がなった直後の1990年11月にメクレンブルクイコールフォアポンメルン州の文化大臣次官に就任する。1994年12月から州首相府長官としてベルンと在テ州首相の下で働いた。1998年の州議会選挙での敗北による 在て内閣の退陣に伴い退任。1999年10月26日、ザクセン州首相のクルトビーデンコップフに首相副長官として迎えられる。2001年1月30日、前任者、ゲオルク・ミルブラッドの退任を受け、同州財務省に就任。2002年にミルブラッドがビーデンコップフの後継州首相に就任すると、その内閣に 法務大臣として迎えられ、2004年11月の州、議会選挙後に内省に転じた。この州議会選挙に当選し、ザクセン州議会議員となる。なお2007年5月、ザクセン州憲法擁護庁の捜査により、ザクセン州の政治家、司法関係者、警察関係者が、職権乱用や違法な不動産取引、児童買収や売春組織への関与など、 組織犯罪に関係していた疑惑が明らかになったが2004年から1年間内省を務めたデメジエールも関与が疑われた2005年11月メルケルが連邦首相に就任するのに伴い連邦首相府長官及び無人所得名大臣に就任この職は内閣の情報収集管理の責任者でもある2009年のドイツ連邦議会選挙に 前ン選挙区から出馬して初当選した。それにより成立した第二次、メルケル内閣では内省に転じた。就任前の8月には、インターネット規制強化を主張する発言をしている。2011年3月には、博士論文投用スキャンダルにより辞任に追い込まれた、前任者、カール・テオドールツー・グッテンベルクの公認として、国防省に転じた。デメジエールは、 大臣として平時におけるドイツ連邦軍最高指揮官の地位についたが、軍人としては現在も予備役中尉である。2013年ドイツ連邦議会選挙の結果を受け同年12月に発足した第3次メルケル内閣では内省に復帰した。フランス系の名字から明らかなようにデメジエール家は17世紀に、 フランス・ロレーヌ地方のメス近郊からドイツに移住したユグノーの子孫である。父、ルリッヒデ・デメジエールは、ドイツ国防軍中佐、陸軍総司令部参謀、戦後は西ドイツで、ドイツ連邦軍大将、第四代ドイツ連邦軍総監を務めた。一方、オジ・クレメントは、東ドイツの有力な弁護士で、ベルリン・ブランデンブルク福音主義協会新都代表を、務めていた。 クレメントの息子が東ドイツ最後の首相ロタールである。クレメントもロタールも東西ドイツ統一後に過去のシュターチへの協力が明るみに出て死団された。家族は妻と三次。2006年にイタリア共和国功労勲章第十次章を受章。2007年にノルウェー王国功労勲章を受章。2010年ドレスデン高科大学名誉教授に任命された。 ありがとうございます。